タワー・オブ・パワーはアメリカのファンク、R&B バンド、バリトン・サックスをフィーチャーした重厚なホーンセクションが大きな特徴である。ヒューイ・ルイスザ・ニュースのバックで活動していた頃はタワー・オブ・パワー・ホーンズとも呼ばれていた。テナー・サックス奏者のエミリオ・カスティーヨとバリトン・サックス奏者のステファンド・ドク・クプカが中心になってカリフォルニア州オークランドで結成。 その後活動の拠点をサンフランシスコに移し、1970年にデビューした。1973年のアルバム、タワー・オブ・パワー収録のホワッツ・ヒップによってバンドはその名が知られることとなる。重厚なホーンセクションのみならず、ベースのロッコ・プレスティアとドラムのデビッド・ガリバルディによる16、ビートを駆使した強力なリズムセクション、ソウルフルなバラードも彼らの持ち味であった。 1974年末に来日した時には、か谷やつひのゴロワーズを吸ったことがある回や、RC サクセションのアルバムシングルマンのバックを務めた。1975年には、ジュリエーコのバックを務めてシングルが発売された。メンバーチェンジを繰り返しながらも1970年代はコンスタントにアルバムを発表していたが、1980年代前半は、 レコード会社との契約がなく、不遇を囲っていた。しかし1980年代半ばに大人気となった、サンフランシスコ出身のヒューイ・ルイスザ・ニュースが、ホーンセクションとして彼らを起用したことで、再び注目が集まり、1987年に復活アルバムを発表する。また同年、中村歩のアルバム、スモールタウンガールにもホーンセクションとして参加。 1990年代は1970年代のファンクミュージックが再評価されたことで彼らはいわゆるリスペクトの対象となり定期的にアルバムを発表した。現在も主にライブで活動中。たびたび来日公演を行っている。少なくとも60人のミュージシャンが50年の歴史の中でバンドとしてツアーまたはレコーディングを行っている。 その中には、現在のサタゲーナイトライブの音楽ディレクターで、サックス奏者のレニー・ピケット、伝説のファンクベイシストであるフランシス、ロッコ・プレスティア、オルガンマスターのチェスター・トンプソン、サックス奏者のリチャード・エリオットや、ユージ・グループ、ギタリストのブルース・コンテなどが含まれている。ビクター・コンテは、ブルース・コンテのいとこであり、年から年まで、 バンドのベーシストを務めた。彼は、ビトサン・フィリッポの公認となった。モトリード・ボーカリストのリック・スティーブンスは、バンドだった後に罪を犯し、麻薬取引の失敗に関連したンドにわたる、第一級殺人罪により、懲役刑を宣告された。スティーブンスは、36年にわたって刑務所に収容された後、2012年7月20日に仮釈放された。 ガンとの戦いの末、2017年9月5日、77歳で亡くなっている。ブルース・コンテは1973年にリードギター担当としてバンドに参加し、1979年に脱退した。彼はフィリピンのセブに移住する前に2006年に復帰し、14ヶ月間ツアーを行った。2012年にブルースは、 白血病と戦っていると発表した。ありがとうございます。